村を一通り調べてみましたが、どれも不可解で、知れば知るほど全貌が見えなくなると言いますか。限界なんだって。解くべき謎が多すぎて、一旦頭を冷やして整理しないと。あ、もうやす。天仙様が千薬を守る存在ならば、今無策で蓬莱に行っては危険です。悪いが謎解きを待つ時間はない。さらに南下すれば中心部蓬莱に近づくはず。度胸、宝庫の同族。閉してから動かないと危険です。アサエモンはそうだろうが、司祭人は違う。島の正体遺憾によっては引き返す。これはそういう旅じゃない。蓬莱は今なお美しいままだという。どう見ても人工物だが、ここが蓬莱。ああ、なんだこいつ。違う、人の形をしているが人間とは別の。お前、帰ってくれない？さっきもやったばかりでさ。お前ら人間を見つけたら捕らえなきゃいけないんだよ。はぁ、再生能力と体育に見合わぬ力とスピード。こいつが例の。また殺しちゃったか。持って帰れば質のいいターンになったろうに。お前は人間なのか。お前何なんだその頑丈さ。さっきもかなり。その上腕力も赤く、打ち合いで消耗戦になっては危険だ。何？なんだこの手応え。また女に戻った。その身体能力、お前無自覚だろうが多分。お前ムカつく。死ね。風圧ではない、衝撃が体内に響くような。別種の未知の力カードが。こんなもの必要ない。何があろうと立ち止まるわけにはいかん。妻の元に帰るために。再生するならそれを上回るスピードで破壊する。嘘。どうせ死んでないのだろう。答えろ、戦薬はどこにある。数日のことは現実だったのか。
ました。すごくうなされてましたよ。何か悪い夢でも見ましたか？よかった。やはり悪夢を見てたのですね。ここのところお忙しそうでしたし、今日くらい休養なさってはどうですか？本当に良かったと思って。これが夢だとしても、君と話せたことが嬉しくて。ん？あいつ死に瀕すれば、命の炎を振り絞り、敵に最大限の被害を与えてから死ぬべし。まあ。岩になれば反射的に相打ちを狙う。意志とは関係なくな。まあ過ぎたことは仕方ありません。すみませんでした。あの後すぐに彼を探したのですが、村を離れ、いや、だってそんなことしてる暇ないじゃん。だいいいじゃん。別に探す意味なくない？あ、いや、蓬莱に行くなら同行する。メイの姿、はあ、なんか私もガビマルあれになってきた。心配になってきたよ。一緒に行こう、サギリン。ユズリハさん、集中しないと迷子になりますよ。ならないし、サギリンも気になるでしょ。天仙様のこと。天様の住処ならば、どこかで出くわすことになるでしょうし。天仙様とは、七人の仙人だ。うるさい。どちらもそれぞれ美しいですよ。見た目だけの話なのか。俺は男がいい。調子や捜査官も性に合ってる。難しいやつ相手にできるね。そこがいいんじゃない。お盛んなのはいいことですよ。これまでとは様子が違うようだ。人数は少ないが個体がどう猛。多くの送信が殺された。獣人、てめえの見張りが適当だからだろう。しかもその姿、タオを使いすぎたようだな。哀れ。自業自得だね。我々は家族だ。家族は団結するもの、そして従うもの。つまり私にだ。私だけが獣人を傷つけていいんだ。放り込んださ。今頃は花だろう。甘く見るなよ。問診の死骸も発見された。あれを殺せる人間がいるなら、ただものじゃない。出てこられたら、手負いの獣は恐ろしいぞ。一緒に上陸した人間も、同等の力を持っていたら、かなり厄介。まあ、誰が来ようと、我々の思いは一つだがな。不死の存在が7人もいるのですか？もともとは一人だったと言われている。はあ、どういうこと？巡礼帝君、仙道を極め神になった仙人が7つに分裂した。皆同じ要望、同じ声音だ。違う、私もお前たちと同じ姿だった。うん、島に住む。これは村が栄えていたのは千年前までだ。我々の命は長いが、死より先に樹化する。なく進行し、意識もなくなる。意識が消える寸前に皆ここに集まり、そうすれば死の魂は蓬莱へと舞う。これは私の娘。不幸なことに家族で最初に樹化してしまった。それでは死が安息を得る終着点。天仙様は蓬莱に入る者を選別する神だ。決して逆らってはいけない。でほしい。ここはどこだ？この娘が助けてくれたのか？
あれを倒さねばならんのか。よかった。あるいはもっと。ボロ雑巾が動いたと思ったら、あの時の忍びじゃねえか。奴れ。